宮崎県の、まずじゃあひーくんから。ひーくんがあれ、頭に黄色い丸いものをかぶって、てっぺんには葉っぱがついているんですが、何をかぶっているかわかりますか？ヒューガナツ。大正解です。みんな大正解だ。早いな。そうなんです、宮崎県のこのひーくん、頭にヒューガナツをかぶっています。このヒューガナツは宮崎の特産物でもとても有名ですね。皆さん食べたことありますか？ない人もいるかな。あるよね。このヒューガナツは皮がとっても厚いんです。でもこの黄色い皮をね、薄く剥いて、中の白い厚い皮と一緒に食べると、とっても美味しく食べることができるんです。皆さんぜひヒューガナツたくさん食べてくださいね。ひーくん元気な男の子です。よろしくお願いします。で、続いてはむーちゃん。かわいいね、後ろに寄せもあってね。さあ、むーちゃんは宮崎県3匹いる中でたった1匹の女の子なんです。よくね、むーくんって言われるんだけど、多分この青と白のね、シマシマの T シャツがね、男の子に見えちゃうんだけど、女の子なんですよ。かわいい静さが特徴的ですね。この頭のてっぺんのこの木、何の木かわかりますか？わかりますか？フェニックス。小さい声で聞こえたね。そう、フェニックス。大正解です。よくね、まあ、ヤシの木のお友達のこのフェニックス、まあ、一番びっくりしたのが島って言ったお友達だね。これ島って言った子がいるんだけど、違いますよ、フェニックスの木なんです。とっても病気にも強くて長生きするので、不死鳥フェニックスという名前が付けられました。まあ、なんでこのフェニックスの木がむーちゃんの頭のてっぺんの、ね、この木なのかは、宮崎の象徴になっている木なんです。やっぱりね、宮崎県庁とか海沿いとかもね、この街中にもたくさん植えられているので、きっと皆さん見たことがあるはずです。またね、フェニックスの木を見たときはむーちゃんを思い出してみてください。そしてね、むーちゃん、今日は青と白のしましまのね、ボーイッシュな格好で来たんだけど、やっぱりピンク色のチアリーダーのお洋服とかたくさん持ってるんだよね。そうなんです。なので、またむーちゃんに会ったときはこのお洋服もチェックしてみてください。むーちゃん元気な女の子です。よろしくお願いします。元気な男の子です。さあ、かっくん全身で何か着てるんですけど、カラス違うよ。カラス何色だっけ？黒だよ。考えないで、カラスは黒だからね。特徴的なのはね、この頭のてっぺんのこの赤いトサカ、ニワトヨシ。鳥の頭に一文字つけるとわかるかな？あ、自撮り。大正解です。かっくんがね、自撮り ね、自撮りですよ。宮崎ブランド自撮っ子でも有名ですね。炭火焼きとかみんな食べたことあるんじゃないかな。美味しいよね。ぜひ皆さんも自撮りたくさん食べてくださいね。かーくん元気な男の子です。よろしくお願いします。こうやってね、宮崎県、頭のかぶり物、いろんなかぶり物を持っているんですが、最近新しいかぶり物ができたの皆さんご存知ですか？お、なんだろう、牛のひーくんもいるね。でも最近かぐらひーくんがね、誕生したんです。なんでね、かぐらひーくんすんごい、そうふわさーって髪の毛がいっぱい生えてるんだよね。で、すごいあのかっこいいお洋服も着てね。そうなんです。なんでひーくん、なんでちょっと引いてんしたの？かーくん、あれ嫌なの？なんで？かっこいいのにね。ヒューガナツのひーくんが一番好きって。かわいいんだ。そうなんだ。まあ、慣れですよ。まあ、大丈夫です。後々、かーくんもね、慣れてきますよ。頑張ってひーくん。いっぱいかーくんと遊んでね。またかーくんが、古代人の格好を。あー、ごめんね。これ言うとなんかちょっとショック受けちゃうんですよね。なんでかな。古代カーくんいるんです。またこれ結構レアな格好だからね、見た時はラッキーですよ。こうやって宮崎県、いろんなかぶり物がたくさんできてくるからね、また見た時は体もチェックしてみてください。